その4人がスーパーバンド結成ということにびっくりしている方が多いと思うんですね。で、結成された経緯についてまずは教えてください。いきますか。まあ結論から言うとごく自然に結成されたと思うんですね。もともと僕らはね、まあ、友達として会う機会が多かった、ね、その中で、まあ、今度一緒にやろうねみたいな話は何度か、それは YOSHIKI とハイド、 YOSHIKI と杉蔵、まあ、僕やってますけど YOSHIKI と宮城、ハイド、この全員の組み合わせであったんですね。それがまあこういったコロナ禍とかそういった中で、さらに話す機会がね、ズームどれだけだったかわからないけど、どんどん話す機会が増えてきて、それで、でもさ、最後にさ、とどめを刺したのはハイドだよね。僕ですね。そうですよね。はい。まあ YOSHIKI さんとそういう、交流を深めてる中で、人生はすごいロックな人生を送ってらっしゃるんですけど、そのロックなドラムを叩いてるシーンが見れないままずっと活動を続けているのが僕にとってはすごく、寂しいというか、こんな稀有な存在のロックスターがいるのに、ドラムを叩いてるシーンがない。でピアノをとかクラシックとかのシーンがばかりが目立ってしまって、これはちょっともったいないあまりにもと思って、まあもともと上がってた話があったので、これちょっと、X が動かないんであれば僕に時間をくださいと僕から申し入れました。結構びっくりしたんですけど、まあね、X は動いたり動かなかったりっていろんな、ね、バンドではあるんですが、そうですね、ピアノはこの先年を取ったからでもできます。ロックするなら今です、一緒にやりましょうっていう直球のね、はい、メッセージをいただいて、それで、まあその前から僕がね、宮城とかももちろん杉蔵も一緒になんかやりたいねみたいな話をしてて、そこでなんか急にね、天が線になり始めて、同じようなタイミングで僕と宮城も喋ってたんだよね。そうですね、もともと10年以上前に一緒にやってたことがあったので、まあね、本当に、まあ、日本世界含めてこれぐらいそのヒリヒリするようなロックミュージック作れるロックアーティストってどれぐらいいるんだろうっていうのを考えた時に、やっぱり、同じこの日本にこれぐらい同じ温度感で爆発できる人たちと一緒にやれるのはすごい、やっぱりなんだろうな、まあ、コロナもそうだしウクライナ危機もそうだし、やっぱりなかなか、ね、未来が明るいと言えない時代ですけど、なんかこうみんなでこうやって集まってこうぶつかり合って、その爆発力がこう、ね、本当に日本人の人たち世界中の人たちがこうワクワクドキドキするようなことになればいいなと思って参加させてもらいました。杉蔵はどうですか。そうですね、このメンツ、この仲間たち、僕らはもう子供の頃からロックバンドってグラマラスで危なくて感動的で、そこにときめいてもう30年以上やってるよね。でも今世界を見回すと、グラマラスでギラギラしたロックバンドっていますか。あの時の僕らが本当に心をね、焦がして音楽に憧れた時代、ああいうスターやカリスマ、時代的にロックも形骸化してしまって、なんだかおとなしいもの、もう作られたもの、ロックギターやりたいと思ったらまず学校に行こうっていう時代ですからね、ふざけるなって話で、どこかでロックバンド、グラマラスなね、ロックスターってもう絶滅危惧種なのかな、
そういう危機感がずっとありました。このザ・ラスト・ロックスターズっていい名前で絶滅危惧種だったロックバンド、ロックスターがこれからまた新しく生まれ変わって世界のシーンを作る、そういう気合というか精神性が込められていて、僕はそれを本気でやりたいと思いました。このかけがえのないメンバーで、宮城が言ったように世界的な状況、やはりどんどんどちらかというとネガティブな時代になりつつある今、こういうロックバンドって多様性とか感動とか、すなわち平和とか愛情を作る最も重要なツールになると思うんですね。今だからこそ僕らが子供の時にときめいたあの感覚を今の子供たちに伝えたい、今の Z 世代にロックバンドや音楽のダイナミズムとか感動を伝えたいっていう気持ちがあって、このバンドはそういう意味では最高の発信源なのじゃないかなと思って、今ものすごい気合い入れて音楽を作っている真っ最中ですね。あと、そう、ちょっと先ほど聞きそびれてしまったんですけども、はい、ハイドさんが YOSHIKI さんにこうラブコールをしたっていうのはいつぐらいのタイミングですか、いつ頃ですか。それすごい気になってる方多いんじゃないかなと思って。多分2年、1年か2年ですね。いつでしたっけ。1年ぐらいですか。ちょっと前ですね。結構ね、直球だったよね。はい、やっぱりすごい方なんで、どんどん仕事、まあ面白い仕事入ってくるんでしょうねきっとね。だからどんどんスケジュール埋まっていくんですよ。まあやろうねとか言いながらも、なんかどんどん時間がだけが過ぎていくんで、ちょっとまず僕と一回やってからその仕事やってもらえないかなと思いまして。いや、それでね、おかげさまで、はい、ハイドさんのじゃあおかげで、こう皆さん喜んでいるファンがたくさんいるのではなかろうかと思います。